経過中学高等学校は、東京都文京区白山五丁目に所在し、中高一貫教育を提供する、私立中学校、高等学校。高等学校において、中学校から入学した内部進学生徒と高等学校から外部進学生徒との間で、S 特進コース及び進学コースにあっては、第2学年から、特進コースにあっては、第1学年から、それぞれ混合して、 クラスを編成する併設型中高一貫校でもある。1897年7月、磯江淳太によって、東京府東京市本郷区、辰岡町に、経過中学校として創立。経過とは、東京の花という意味。創立当時の相談役、品川矢次郎施爵によって命名された。航訓明治30年の創立以来、精神のバックボーンとして、 ネバー世代の意味である、ネバー代が使われている。これは、目的、目標に向かってやり抜く意志と行動力を示すと、同時に自分自身と戦い、克服する精神力を表したものである。見学の精神は、英才教育。これは、孟子の、天下の英才を得て、これを教育すに基づき、英才とは、いわゆる、秀才ではなく、社会を支えていく。 優れた才能を意味する。また、教育理念の尊敬と愛情は、深い人間愛に基づく人格形成を意味している。経過高校の学校情報のワンポイント情報の冒頭には、内部進学生とは特進コースは1年次から、S 特進進学コースは2年次から、混合クラス文京区 3K の一つと掲載されている。映画、竹の原作を描いた漫画家、 石塚慎一さんが母校を訪問。経過中学高等学校。2021年4月22日閲覧。ありがとうございます。